はいえー、私は先日の令和4年度第3回の漢検1級の試験に合格をしました。 かなりギリギリの点数での合格だったので自信を持ってこれが勉強法ですっていうのをお伝えすることはできないんですが一応初受験での合格ということで合格までに何をやったかというのを動画で残しておきたいと思います今回はまず教材編ですどんな教材を使ってきたかっていうのを今回の動画でまとめたいと思いますざっと一覧にまとめるとこんな感じですね1から8まで 1> 丸1と丸2は辞典ですね。そして丸3が問題集、丸4が過去問、丸5と丸6が関検一級模擬試験倉庫さんと漢字提出さんのサイトの資料とか問題です。えそして丸7が YouTube の動画。これ何人かの方が関検の勉強に関しての YouTube を配信しているので、それらの方の YouTube を参考にさせていただきました。 そして最後の丸8がその他ということでこれはその他に使ったアプリとかですねそれぞれについてもう少し詳しく説明していきますまず丸1と丸2関検四字熟語辞典と関検漢字辞典ですね私が使っているのはどちらも最新版で第2版ですこっちの四字熟語辞典については 一級の用字熟語をすべてピックアップしてあのノートにまとめるっていう作業の時に集中して使いました。で、漢検漢字辞典の方については勉強全般を通してえかなり使っています。えそんなにこう付箋をつけたりとかっていうのはしてないんですけど、チェックした漢字にはマーカーでなんとなく印をつけてるっていう感じですね。そして丸三番として市販の問題集。 えまず1冊目が新生出版社の品質度順問題集です。2022年度版ですね。毎年改定をしているので、その時手に入った最新版を使いました。そして次が、え関係の公式から出ている分野別先生演習。そして最後に、 堂出版の本試験型問題集これも毎年改定なので、まあ、あの買うタイミングで出ていた一番最新のものを手に入れてやったという感じです。で手をつけたた順順番番もさっき紹介した順番と同じで1 2 で最後に3でやったんですけどやる順番としてはもしかしたらこっちじゃなくて分野別生成演習の方方を先にやった方がいいかもしれません難易度的にこっちの方が簡単に感じたんですよねちょっと人によって感覚変わってくるかもしれないんですけど、まあ、こちらの方は毎年改定ということで最近の問題もかなり入ってますだからちょっと難しい部分もあるんですよね でもこっちの方は比較的基本的な問題が多いのかなといった感覚であのこっちを完璧にした後にこっちをやった時に1週目の段階でで割近く取れたんですよね。だからもしかしたら徐々にステップアップしてやっていくっていうことであればこれを最初にやって2番目にこれをやって分野別で一通り特訓した後に こちらの本試験型をやるっていう形にした方があの順調に進むかもしれません1冊目にこれやると結構時間かかるかもしれません私ちょっと何ヶ月やったか後で確認するんですけどこのの冊仕上げるのにかかかなりり時間かかりましたここで時間をかけたおかげで、まあ、2冊目のこちらは1週目から9割ぐらい得点できていたので順調に進んだんですが、まあ、どちらを先にやるかは、まあ、お好みという感じですかね。 あのこっちの方が赤シートが付いていて使い勝手がいい感じがするので私はこちらから手を付けたんですが順番にステップアップしていくということであればこちらからやるのをお勧すすめしたいと思いますそして4番目として過去紋ですえ過去紋については私は直近の2年分とコンビニのマルチコピー機から購入できるちょっと昔のものなんですが3回分 を解きまましたこれかななり少いいと思います本当はもっとたくさん最低でも直近5年分ぐらいは解かなくちゃいけないと思うんですがちょっと手に入りにくかったっていうのもあってこれだけですね直近2年分と少し昔の3回分のみで今回私は試験に挑みました。そして5番目としては「完研1級模擬試験倉庫」さんの資料や問題です。これはいくつか使わせてもらった 資料があってえまず大見出し語表と呼ばれているものですこれは一級と常用と準一級3種類とも、えー、覚えました完璧かどうかっていうとちょっと自信ないんですけどまあ、9割以上は頭に入った状態で本番に挑むことができたと思いますそれから一級訓読み表送り仮名ありというやつですね これ訓読み表に関してはいろいろ種類あるんですが私がやったのは送り仮名ありというものだけですそして次に常用四字熟語800チェック表これは常用四字熟語800を覚えるためのチェック表なんですけど、まあ、最初の2文字がブランクになっているものと後ろの2文字がブランクになっているものと両方チェックできるようになっていますこれもかなり試験の直前に覚えました そして次が模試ですね。そうこさんのサイトの模試だとランダム模試とか直前対策模試とか何種類か模試があるんですけど私が今回の勉強でやったのは、まあ、普通の模試ですね通常模試と言われているものだと思うんですがそれを第1回から17回までやりました。 本当は公開されている全ての通常模試40何回分やりたかったんですけど時間が足りなくなってしまったのでできたのは17回分までということです。であとは 一級大見出し語からの問題と常用大見出し語からの問題それから一級四字熟語特訓ということであの大見出し語表で覚えた熟語を問題の形で確認できるようなものですねそれらについても試験の直前期に集中してやりましたそして6番目が漢字提出さんのサイトの問題です音読みと訓読みが四角1から3まで えー、熟字訓当て字が四角1対義語類義語が四角1から2ということですねこの提出さんの問題に関してはあの倉庫さんの大見出し語表みたいにこう一覧でダーッと出力して全部を片っ端から覚えるみたいな勉強はやっていません二問ずつとか十ずつとかランダムに出題してくれるモードがあるのでそのモードで繰り返しといて えー、音読み訓読みであれば四角1と2は9割ぐらいで四角3に関しては、まあ、8割ぐらいはなんとか取れるっていうレベルまで繰り返しやりましたで最後の「熟字訓はて字」と対義語類義語についてはこれははそんななにがっつりはやっていないです勉強の最後の方試験が近くなった時にちょっとこの辺もやっといた方がいいんじゃないかなって不安になって隙間時間にちょこちょこやったぐらいですね。 7番目が YouTube の動画です。一級の勉強法に関しては、アビさんとかキクリンさんとかオッチーさんの動画を参考にさせていただきました。そして知識のインプットという形では、シスイテルコさんとか漢字ホリックさんの動画をかなり参考にさせていただいています。動画である程度のインプットをしてから、ソウコさんの問題を解くっていう形で使わせていただきました。 そして最後にののその他でです。すこれははまずは暗記アプリですねあの。YouTube のコメント欄で勉強に暗記アプリを使ってますっていう方がコメントしてくださってじゃあちょっと私もやってみようかなということで使い始めましたとりあえず無料のアプリの中から良さそうなものを選んで今使っているのがこのリマインドというアプリですね の有料のアプリも含めて探せば、もう少し使い勝手のいいものってあるかもしれないんですが、私は今のところこのリマインドというアプリで満足して使っています。えー、あとは漢字ペディアとか、その他のスマホの検索機能ですね、えー。そして最後にこれはおまけみたいな形なんですが、一応教材として準備はしたんですけど、結局使わなかったものっていうのがこれですね。新明解の古事ことわざ辞典です。 これは最初の頃は「古事ことわざ」の分野別の問題解きながら意味わからないものをこれで引いて調べようってやってたんですけどここに載っていないものが結構あったのであのすぐに使わなくなりました。 まなので勉強の初期の段階とか初合格を目指す方にとっては、まあ、なくても大丈夫かもしれないです。ただまあリピーターとして私はこれから得点アップを狙っていくので今後の勉強ではかなりこれを使っていくことになると思います。えー、以上で使用した教材の説明についてはおしまいです。どうでしょうかね。 今までの説明を聞いておそらく「漢検1級」の勉強をこれから始めようとしている方はあそんなにたくさん勉強しなくちゃいけないのか多いなって思ったかもしれないんですけどすでに1級に合格されている方特にリピーターの方から見ると「それしかやってないのちょっと少ないんじゃない?」っていう感想になるかもしれません。 私も合格したからというわけではないんですけれども、ちょっと少ないと思います。もう少し知識のインプットが必要かなというところではあるんですが、まあ、今回は結果的に合格したということで、結果オーライですね、えー。勉強に関するアドバイスを一つお伝えするとしたら、どういった形で受験するにしても、あの受験をする日を決めたら、 その受験の日までに自分がやった勉強の内容については限りなくあの完璧にするっていうことを心がけた方がいいんじゃないかと思います私の場合は1級の勉強期間1年ということで羅列してみるとかなりいろいろなことやったなと思いますただやっぱり初めての受験で1級の漢字の勉強をするのも初めてなので予定通りには全然進みませんでした まず市販の問題集3冊やりきるのに想像以上に時間がかかってしまって倉庫さんの模試に関して予定のの半分もできなかったというのがあります試験の直前まで解き続けていればもう少し進めることできたんですけどそうすると 結構重要とされている倉庫さんの大見出し語の知識について、復習する時間が取れないということで、思い切って倉庫模試については17回でストップして、それ以降は諦めました。あの、受験する日が決まったら、自分の勉強の進捗を見て、捨てるべきところは捨てる勉強というのも大事になってくると思います。とにかく、今までやった勉強に関しては限りなく完璧に。 実際は無理なんですけど9割近くは分かってるってていいるう状態で、本番のの試験に挑むのがベストだと思いますえ。今回の動画では使った教材の紹介のみということなんですが今後時間を見てそれらの教材をどういう順番でどういうふうに進めていったのかっていうことについても動画として残していきたいと思います。 私はこんな形で YouTube をやっているので今までの動画のサムネイルを見ていただければ、まあ、どういう順番で何をやってきたかっていうのはざっくりわかるかなと思いますただ YouTube を始めたのも勉強の開始と同時ではなくて勉強少し進んできたぐらいのタイミングなので全部は網羅できてないんですよねなので一級の勉強のスタート地点から どういう形で勉強を進めてきたかっていうことについても、今後動画を作ってアップできたらいいかなと思います。今回の動画についてはこれでおしまいです。